はい、皆さんこんにちは。メガです。タカです。ディブログです。私たちはあるところに向かってます。はい、ずっと行きたかったサービスエリアがあります。キャリアハイウェイオアシスという、もうオアシスが名前についてるから、そうそう、なんかすごいサービスエリアがあるよ。すごいね、でかいんだよ。でテーマパークみたいになってる。そう、観覧車とかもあるよね。温泉とか何でもあるようなサービスエリアがあるから、ここは今日遊びたいと思います。ちなみにさ、ドイツにもサービスエリアあるでしょ。日本だけじゃないでしょ。まああるけど、ドイツのサービスエリアがどっちかっていうとなんか小さいし、うん、汚いし、もう特にトイレとか行きたくないぐらい。しかもお金払わなきゃいけないもんね。そう、お金払わなきゃいけないし、かつ汚い。どういうこと？だからあんまりサービスエリア寄ることがさ、楽しみじゃないもんね。あ、楽しみじゃないよ。ね、もう本当に無理我慢できない。しょうがないから。じゃあしょうがない寄る。だから日本は長いドライブをするのが、うん、サービスエリアに寄るのが楽しみにしてるでしょ？ところどころさ、めちゃくちゃでかいサービスエリアがあってさ、そうそう、だ料理もいっぱいあるじゃん。食べ物。地域のものとか食べれるとか、あのお土産とかもあるでしょ？そう。それなんかドイツにないよ。あ、じゃあ日本独特なんかな。あのなんか変な3日前に作られたサンドイッチが売ってるみたいな。あ、イメージあるわ。ちょっとあったかくなってるけど、あの野菜とかしなってなってるやつでしょ。日本とは全然違うね。もう本当に違う。それでいうと今日行くハイウェイオアシスはマジですごいからね。でもあれ、でかくて、あれがサービスエリアより目的地じゃない、うん、あ、そう、ここに遊びに来る人もいるからでしょうね。そう、今日の俺たちみたいに。あ、そう、今日は観覧車に乗ったり、はい、温泉に入ったり、うん、1日遊び倒すという。あとお腹減ったからまずはちょっと食べたいな。はい、ということで着きました、ハイウェイオアシス刈谷。もうあそこに観覧車見えてるからね、横に。見えてる森の向こうに。森しか見えてないよ。はい、ということで到着でございます。ハイウェイオアシス。あれめっちゃでかい観覧車があるね。そう、あそこに。ではでは、はい、遊びましょう。行きましょう。なんかデラックストイレって書いてあるよ。あ、何それ。知らない？知らない。ハイウェイオアシスの有名な頃、デラックストイレ、目玉商品だよ。はトイレがめっちゃ豪華だよ。でもね、どこのサービスエリアに行ってもトイレがめちゃめちゃいいんじゃないの？あ、でもここはね、別格なのよ。これ多分何億円でかかってるの。嘘。多分。いいや、はい、私トイレ行きます。行ってきましょう。見たいです。デラックストイレ。すごいよ。どうでした？ディラックストイレ。あのホテルのトイレよりディラックスだよ。どういうこと？そうでしょ。女性トイレはなんかすっごい広いスペースにこう花があってとか、めっちゃすごいよ。ちなみに男性トイレもすごいよ。なんかさっきのトイレ本当にもうここだよ。あの普通のサービスエリアのトイレはここ、ドイツのサービスエリアのトイレはここ。もう超えてだよ。後ろにエビせんべいの里がある。エビせんべいの里知ってますか皆さん？これが、まあ、愛知県の誰でも知ってるエビせんべいが売ってる遊園地みたいな感じ。僕の地元知多半島にある有名なせんべい屋さんだよ。そう、とりあえず消毒しようね。こういう感じでタカが好きなやつとかもあるよ。これね、めちゃくちゃ美味しいです。粒アーモンドこれでもこれ私はこれを狙ってきました。エビみりん揚げ、あれらの一押しですか。パリパリしてちょっと甘みがあって美味しいよ。あ、ちなみにナンバー2だよ、人気。さすがレナさんですね。さすがレナさんですね。皆さんぜひエビせんべいの里来たらエビみりん揚げ試してみてください。しょう、塩レモン、なんか夏にぴったりじゃない？本当ださっぱりしてるかも ね。これ私のゲットした試食持ってきました。試食です。はい、満足ですか？エビせんべいの里。満足。ちなみにこれね、この看板見たら愛知県の有名な。そうそうそう、なんかいくつかの店舗があるよ。セントレアとかにも。ぜひ皆さん食べて、何どうした人、もう次の反応してます。ずんだがある。うわ、うまそう。ずんだ。ずんだ大福が欲しい。ずんだのクリーム。いえ。え？食べない。結局これを買ったよ。ずんだもち団子。ずんだ団子。これがいいよね。やば。うん。めちゃめちゃ美味しい。ずんだってこれ何なんだろうね。何の緑？知らない？そら豆。枝豆に砂糖。そういうことか。 あれ仙台とか有名でしょ。そうそう、東北のイメージがある。だから愛知は別にじゃないよ。でもめっちゃ美味しい。ちなみにこれ下道からもこうやって、ね、え、行けるの？そうだよ、ハイウェイオアシスって下道からでも来れる、駐車場があるから。それはすごいね。だ、高速乗らなくても来れるから、皆さんおすすめだよ。初めて聞いたそういうこと。はい、もっと食べましょう。やっぱ食べる。
やっぱ食べ目的で来たわこの人。ということでフードコート的なところに。あ、やっぱりなんかこういうイメージだよ。このなんかめっちゃローカルのお土産が売ってるというイメージはあの普通のサービスエリアだよね。このエリアのお土産といったらバンカクのゆかりです。さっきもエビせんべいの話だったよ。またエビせんべいだよ。愛知県にエビせんべい。エビせんべいが大好きらしいです。そうだよ。さっきのエビせんべいの里よりもバンカクのゆかり。のおすすめ。私のおすすめ。毎回ドイツに帰るときに私の両親にも買ってあげる。レナの両親も大好物。だからぜひこのエリア来た方はね、バンカクのゆかり買って帰ってください。サービスエリアこういうのいっぱい売ってるのがいいよね。エリアのご当地のお土産。そうそうそう、本当にいろいろある。ちなみにこれもうまいよ。タカの大好きな島海苔。ひまか島って言って知多半島の先っぽに。船で30分ぐらい行ける島があるんだけど、この島海苔もマジでうまいね。マジで美味しい。こういうのも売ってる。あのひら焼きなんていうの、これタコを潰してこう潰したやつ。タコだけじゃないよ、ホタテとか海鮮ミックスとか。海鮮はそもそも少ないけど、そういうのがさすがにドイツにもない。あ、この生でプシュッと焼いたやつ。生でプシュッと焼いたやつ。そうそうそう、あの釘付けになってます。松坂牛マン。松坂牛だよ。食べます。食べます。観覧車行くって言ってませんでした。もう食べるって言ってた。満面の笑みで来ましたよ。どうしました。松坂牛のあれを買おうとしたでしょ。うん、違うやつを見つけた。あ、違うやつにしたの。Yes。 あ、豚まん。ここチーズが入ってる豚まん。あ、チーズ豚まん。 Yes。 そんなあるんだ。めっちゃ熱い、触れない。お、見て、かわいい。チーズがスタンプされてる。本当だ。見て、むにゅ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 と、こんな感じで出てきた。たくさん豚が入ってる。なんかめっちゃ熱いけど我慢できないよ。もう食べる。うん、ふわふわ。うん、あ、チーズ伸びた。そうですか。入ってるわ、チーズ。うん、豚とチーズの組み合わせめっちゃいい。パクパクいってますね。もうジューシーですごいよ。外がふわふわで。レナの口紅がついちゃってますけど。タカが食べれない、残念。あ、そのためにわざとつけたね、口紅。俺にあげないためにね。本当に美味しい。あ、30秒ぐらいで全部バクバクいきました。俺も一口だけもらいました。めちゃめちゃうまかった。肉まんとチーズ相性抜群。うん、ちなみにマップ見つけましたね。そう、さっきここに駐車して、ここにすごいデラックストイレがある。エビせんべいの里、今ここに入ってるけど、見て。まだ全然、まだこれが。まだ俺らさ、10分の1ぐらいしか見てないよ。そうだよ、これしか見てないよ。これに乗りたいよね。観覧車もあるし、あ、温泉もある。これも全部あの食べ物があるでしょ。フードコート、まずはここに行ってここで食べる。うん、レナの奥に見えてるのが温泉だね。あれ、そうだよ、天然温泉って書いてあるよ。スーパー銭湯じゃねえんだ。スーパー銭湯じゃない。温泉入る、暑いし。だから暑いから入りたくない。私ドイツ人だから、ちょっと説明しなきゃいけないかもしれないけど、ドイツ人は夏に湯船に入らない。あ、そうだ。冬にしか入らないの。冬にしか入らない。だから私は夏に温泉に入る気分全くなさすぎて。あ、じゃあ OKOK、 俺温泉入りたいから、レナ一人でなんか食べとけば。寂しいの。ダメ、タカも温泉入っちゃダメ。食べましょう。食べましょう言ってる、怖いんだけども。レナが泊まっておりますけど、どうしました。フライボーだよ、フライボー。これフライボー、名古屋のめちゃくちゃうまい手羽先ね。手羽先だよ、食べよう。うわ、超美味しそう。テリテリでしょ。何言うと、何食べる。普通の手羽先唐揚げかな。元祖の手羽先唐揚げ、これです。フライボー買ってきました。イエス。見て、2つが入ったよ。お二人で食べると思われたよ。もちろん、もちろん2人でいますからね。店員さんはね、優しいですからね。中はこんな感じ。何本入り。5本入り。5本入りで、食べ方が、うーん、ねえ、ねえ、出た、逆が出た。そんなことある。本当はね、さっきみたいに口に入れて骨を引っ張るとお肉だけ口に残って、骨がねスポッて抜けるんだよね。はず。やろうとしたら失敗しました。まだ名古屋人じゃございません。うわ、うまそう。うまそう。このなんか甘いタレがついてて、揚げたフライボの唐揚げ本当に美味しい。マジでビール飲みたくなるよね、これ食べる。あ、そうだな、買おう。ビール買ってくる。うん、買おう。無言で2本目行きました。ちなみにレナダメだ、ビール買ってこようと思ったけど、うん、日本のサービスエリアビール売ってないわ。そうなん。
多分法律で売っちゃダメなんじゃない、車乗ってる人しか来ないじゃん前提、うんうん、まあそれでいいけどドイツには絶対に売ってるよ。あ、ドイツ売ってんの。あ、じゃあそこ違うじゃん日本と。だから飲んでいいし運転しながら。あ、そっか、ドイツはちょっとぐらいだったら飲んでいいんだ。あとは一緒に乗ってる人が飲んでいいから。そうだよね、普通に考えたらそうだよね。日本もさ置いてくれてもいいんだけどね、厳しいからね。うん、カンナン茶がここにあります。見つけました。乗りましょう。とうとう見つけちゃいました。そうだよ。いくらかな。一人で乗ってくるらしいです。のの二人で乗ります。こいこい、こんにちは。一周15分、丸見え透明観覧車、一人600円、乗り場やってきました。はい、わお、すごい。うわ、涼しい。めっちゃ涼しい。よかったね。どうされた。臭いよね。この観覧車めちゃくちゃ臭い。多分なんか今3歳ぐらいの子供が降りたけど多分おもらししたかもしれない。観覧車12分あるからね。やば、まあ、我慢できないことだいぶ猛烈に臭い。俺も思い出の一つということで、逆に換気したいね。ちょっとそうだね、開けようか。窓開けよう。ちょっと窓開けれますから開けようか、開けようか。まだすぐ換気しとけば。まあ可愛い子供のうんちだからね。愛していきましょう。そうだね。はい、どうしました。あの下に水遊びできるよ。あっちにゴーカートもあるよ。あ、本当だ。ブンブン車が。ゴーカート。だから普通に遊園地も大きいじゃん。ゴーカートがあってメリーゴーランドがあって、また奥にもなんかあって。あ、子供と来ると普通に楽しいかもね。ね、早く子供も作った方がいいね。ここに遊びに来るために。うんちの我慢できますか？匂いの我慢。できません。どうしよう。ちょうど今頂上来ました。だよね。こう見ると刈谷の街はね、だいぶのどかな感じ。そうだよ。なんもない。で、緑豊かだよね。自然が豊かって感じ。こっちとか見ても。いや、まだ私の村より大きいと思うよ、だいぶ。そりゃそうやろ。そりゃそうやろってどういうこと。俺らの地元100人くらいしか住んでないでしょ。の1万人くらいは住んでるよ。はい、ということで12分の観覧車終わりました。楽しかった。楽しかったね。楽しかった。特別な匂いもしたしね。ちなみにレナがゲームセンターで遊びたい遊びたいうるさいから、ワニワニパニックやります。レナの反射神経はどれぐらいでしょうか。悪いよ。でしょうね。この遊び知ってる？ワニが出てくるから叩き続けるっていう。そう。さすがにね、このレベルはね。あ、だんだん速くなってきたよ。意外といけるよ。いや、もう負けちゃうよ。あ、いっぱい出てきた。ワニワニワニ。よかったかな。わかんない。何？86点。噛まれた回数3回。83点。なんか社長がブツブツ言ってますけど、どうしました？腕が痛い。日頃運動してない。これぐらいの運動で筋肉痛だ、ね、筋肉痛になっちゃうよ。日頃食べてばっかりですからね。やばいよ。そういえば食べましょう。あ、まだ食べんの？え、少なくともソフトは食べたい。他の甘いものもあれば食べたい。恐ろしいです。あ、たこ焼き。あ、たこ焼き売ってる。たこ焼き食べましょう。たこ焼きありだな。タッタラターン。まだまだ食べるようです。他にもなんか美味しそうなのがあって、あとはさっき言ってたようにソフトクリームは最後に食べないといけない。食べないといけないことはないけどね。めっちゃ美味しそう。ネギポンたこ焼き。見てここ、トロトロ、うん、ネギポン酢がさっぱりして美味しい。ドイツにもないもんな、たこ焼きは。さすがに残念ながらございません、うん、あれいつの間に買ってきたの。タカが最後のたこ焼きを食べた時にこれを買いに来ました。新しいもの買ってきてる。揚げ餅、揚げ餅のお店にチューロスもあったからすっごい悩んでましたよ。チューロスと揚げ餅悩んだ、うん、食欲すごいな、うん、あー美味しい、うん、あ、チューロスも買おう。もう次の話してる。怖いんだけど。チューロスも買おう。社長、本当にチューロス買ってる。本当にチューロス買ってるよ。満面の笑みでチューロス持ってきた。すごいんだね。ようそんな食えますな。揚げたてのパリパリのチューロスのシナモン味最高。もう今日食いっぱなしだよ。ソフトクリーム怖い。食べきりました、うんうん、社長も今日は満腹でございます。はい、帰りましょう。帰りましょう。はい、ということで車に戻ってきました。はい、それでは帰ります。うん、おいしい。
結局買ってます。結局ソフトクリーム買いました。え、ずっと買おうって言ってましたよ。信じられない食欲でございます。最後に、はい、垂れました。おめでとうございます。垂れました。はい、垂れました。気をつけてください。夏が大変ということで帰りましょう。出発です。出発です。そういえば、うん、この車レボちゃんなんですけど。レボちゃんね。なんとなんと今回ドライブレコーダーを提供いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。スポンサーの企業様ありがとうございます。はい、すごい役に立ちますよね。はい、ということでこちらなんですよ。この上にこれ、この機械だよ。画面とかもついてて全部前も後ろも見てくれてます。最近ニュースとかでも話題になってるでしょ、うん、あのすごい煽り運転が多くなったり、多い事故とかが多くなった、誰が誰の原因だとかわからないとかいろいろあるでしょ。だまさに事故に巻き込まれた時に、うん、こう保険の保証をさちゃんともらうためにドライブレコーダーって大事じゃん。でちなみにさ、今回提供してもらったこのドラレコが、うん、セブンティーマイのダッシュカム A510 っていう機種なんだけど、はいはいはい、この解像度が高いから夜とかでもはっきり映るんだよね。それ大事だよね。なんかだいたい夜に煽り運転が多いイメージもある。まあ、確かにな。で昼とかでももちろんはっきり見えるから、まあ、映像も差し込んでおきますけどめちゃくちゃ綺麗、はいはい、携帯アプリで連携できるから、うん、アプリでも確認できるから、そう、それめっちゃ便利。そうだよ、もう今の現代って感じだよね。まあそうだよね。でこれつけてからマジで自分も安全運転に気をつけるようになった。あ、よかったね。そうそうそう。ちなみに、うん、これあの GPS もついてるでしょ。ついてる。で GPS があるから位置情報とかが記録されてどこにいるかは分かるから。そう、あとプラスで言うと駐車監視機能ってのもついてるから、あれ一番大事でしょ。そう、駐車中にぶつけられることもあるじゃん。そう、私的にはその機能が一番大事だと思うよ。確かに、いないから。そう、なんか逃げられてもね、そうそうそう、分かんないでしょ。追いかけられないもんね。そうで、あともう一個 ADAS っていう機能もついてて、うん、自動運転に向けた機能もこれついてるからめっちゃハイテク。あ、すごいね、いろいろ機能が入ってて。はい、ということで皆さん、このドラレコは1万円台で買えるものだし、最新センサーとかもついてるから本当にいろいろ今日紹介してない機能まだ含まれてるので、ドラレコを考えてる人はぜひこの私たちは使ってるものをおすすめしますので、概要欄をチェックしてみてくださいね。ちなみに海外の商品だけど、うん、日本語のマニュアルもついてるから、ああ、たか安心した。全然バッチリ。あと3年の保証もついてるから、そう、なんかあれば3年間全然安心。はい、というわけでもうほぼほぼ家に着いたので、うん、楽しかったね今日サービスエリア。楽しかったですね。レナ社長は食べてばっかりしたけどね。そうかな、ほぼほぼ食べてた。あの普通にカーナンチに物言いましたよ。今日何食べた。あのあれもやったよ。ヘビせんべい食べました。たこ焼き食べました。チュロス食べました。ソフトクリーム食べました。肉まん食べました。肉まん食べた。手羽先食べました。そう、あったね。いろいろ食べました。もう忘れたけど、ね、多分いろいろ食べました。10食ぐらいは食べたかな。結局ね、食べ物食べたくてサービスエリア行きたいって言っただけだよ。遊園地とか観覧車とか言ってたけど、それはメインじゃないよ。全部あった。食べ物がメインだった。楽しかった。というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん一番好きなサービスエリア教えてください。そうだ、東海エリアでおすすめのサービスエリアあったらぜひコメントで教えてください。はい、はい、それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。